皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ルートレス山崎です。今回の動画は前回の動画や超ホームセンターに来る可愛いお客様の続きになります。よろしければ最後までお付き合いくださいませ。まずは前回の動画の最後のカット、コットンと山ゴケの入れ物をチェンジした場面から始めたいと思います。ベビリカーの入れ物が悪いわけではないのですが、やはり左側の鳥かごの方が中身が取り出しやすそうです。入れ物を入れ替えてみたものの、スズメさんたちのお目当てはコットンだと分かったので、入れ物を元に戻すことにしました。ピーナッツを食べていたスズメさんが、後ろから近づいてきたスズメさんに突進していきました。自分が食べているピーナッツを取られると思ったのか、気をつけをしているようなポーズをしていますが、2羽のやりとりから見てこれは求愛のポーズではないことは確かだと思います。この気をつけのようなポーズは、私に近づくと攻撃するよという威嚇のポーズの一つなのでしょうか。コットンを取りに来たスズメさんからしたら、とんだ勘違いの言いがかりですね。ついつい欲張って2つ3つと引っ張り出すスズメさん、これはどのスズメも同じように欲張った行動をするので、スズメさんの習性なんでしょうね。昔話の下切りスズメでは、スズメのお宿からおじいさんが帰る時に、大きなつづらと小さなつづらを用意して、どちらにしますかとおじいさんに聞くけど、スズメさん自身が選ぶとしたら間違いなく大きな方を選ぶよね。ピーナッツを食べに来たのは、午前中も来ていたオスのシジュウカラさん。メスの姿が映っていないので、オスが単独で来たようですね。やはりメスはどこかで巣作りを始めたのでしょうか。シジュウカラさんの巣作りの時期ですが、関東地方では3月下旬から巣を作り始め、5月中旬にはその巣で生まれたヒナが巣立っていくそうです。関東地方よりも季節の訪れが1ヶ月以上遅い釧路では、4月の下旬から5月の上旬頃に巣作りが始まり、6月の中旬から7月の上旬にヒナが巣立っていく計算になります。関東地方との季節のずれを考慮しても、今頃巣作りを始めるのは遅いように思えるのですが、どうなんでしょうね。これはオスのプロポーズが遅かったからともいえ、それはシジュウカラさんの世界でも晩婚化が進んでいるのかもしれません。そんなことはないと思うのですが、順調に巣作りが始まっていることを願うしかありません。メスが巣作りを始めたのなら、オスはこんなところでピーナッツにしがみついている場合ではありません。巣作りをするメスの近くでしっかりと警護しないといけないのです。オスは言うならば、この時期は自宅警備員です。人間の世界では自宅警備員といえばネットスラングで引きこもりやニートのことを指しますが、シジュウカラさんの世界では自宅警備員は立派なお仕事です。そしてオスは自宅警備員かつウーバーイーツの役割も果たさなければいけません。君ばかり美味しいもの食べていないで、さっさと食べて巣作りをするメスのところに食料を届けてあげなさい。メスのところに帰る前にバードバスで水を飲んで、ピーナッツの匂いを消してから帰らないと、口移しで餌を渡すときにピーナッツを食べてサボってたことがバレてしまうよ。シジュウカラさんとは対照的に、せっせと巣の材料を運ぶスズメさん。スズメさんの巣作りは早い地方では2月頃から始まるようですが、関東地方では3月頃から巣作りが始まるようです。我が家の壊れた換気フードにスズメさんが巣を作り始めたのが4月中旬だったので、やはり関東地方に比べ1ヶ月以上遅いスタートです。スズメさんは卵を産んでから12日ほど温め、ヒナが生まれて2週間ほどで巣立って行きます。去年我が家の庭にママに連れられた子スズメちゃんが来たのは5月の末でした。スズメさんたちの巣作りは今が大詰めで、1日でも早く完成させたいのでしょうね。これから生まれてくる我が子のために
少しでも良い環境を整えてあげたいと、スズメさんは頑張っています。3回目に補充したコットンも残りわずか、コットンがなくなるペースは少し遅くなっているようなので、だいたい必要な分は巣に運び込めたのかな。スズメさんたちには独自の情報交換システムがあるようで、あそこに行けばいい巣の材料が手に入るという噂が流れたら、きっと他にもふわふわのコットンが欲しいスズメさんが出てくる気がするんです。スズメの掲示板スズティで、ふわふわのコットン無料配布中なんて情報が広がったら、まだまだコットンを取りに来ると思うんですよね。その情報がスズメさんから他の鳥に広がれば、珍しい鳥も来たりして、アラメスのシジュウカラさん、2日ばかり姿が見えなかったけどどうしたの？てっきり巣作りを始めたのかと思ったけど、違ったのかな？でもそろそろ始めないと、マジでやばいんじゃない？そこに山苔が置いてあるから、持っていきなさい。そこにあるくらいじゃ足りないと思うから、必要な分はどんどん出すから、じゃんじゃん持っていってちょうだい。乾燥山苔だから、巣に持って帰った後に乾かす手間もないし、持って行ってすぐに使える便利グッズとして、他のシジュウカラさんの奥様にも宣伝してちょうだい。神アイテム。山崎さんちの乾燥山苔、今や時短巣作りには欠かせませんって宣伝してね。この日最後のコットンを補充して、スズメさんたちを待ちます。あれもういらないのかな。ごそっと持っていくスズメさんはいないみたいだけど、夕方になって今日の巣作り作業は終了でしょうか。まだまだ新しいお客さんは絶えませんが、今回の動画はこの辺で終了です。後編も楽しんでいただけましたでしょうか。もしこの動画が気に入っていただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。したっけね。